おはようございます、しょぼうです。今回は6月に購入していた文房具紹介です。最近ちょっと購入ペースが落ちましてね出かけてたり収録が立て込んだりしておりまして、そもそもね、買い物に行く回数が非常に減っておりまして、他のね、日用品含めですよ、とても減っておりまして、あまりに引きこもりすぎているのでどうにかしなくちゃいけないと思っている今日この頃なんですけれども、まあ多少ね、買い物しているので購入品をご紹介していきたいと思います。モフトのインスピレーションスタンド&ノートの時に出てきたメモ類、あの時はねメインが決まってたので、ちょっとその辺さらっと言ってしまった補足と、あとちょっと買い物してますので、なぜかね油性ボールペンが増えてるんですが、そのあたりのお話をしたいと思います。ピョコ。一つ目は一緒にのカードポケット付箋、方眼とトゥードゥです。これは大吾さんの一緒にのシリーズで出ている付箋、まあポケットにね挟めるということで、こういった、まあ、プラスチックの、これなんて言うんですかね、台紙紙じゃないですよね、カード型の、まあまあ差し込み用の板がついているカードポケット付箋です。もちろんね、付箋なのでこの辺りまでのりがついてまして、こっから先ね、これを前回動画に出した時にご説明してなかったので今からご説明しますけれども、まあちゃんとね、付箋になってちゃんと付箋になっておりまして、はい、いろいろなところで活躍できると思っております。でね、このグリッド方眼がね、薄めなのがまたいいですよね。2ミリ方眼でしたっけ、あ、2.5ミリ方眼でした。あの時もね、これで後ろで 2.5 ミリ方眼でした。はい、なのでまあまあまあ5ミリ方眼の4分割だと思って私は使うんですが、本当に罫線の色薄くって、でも方眼でという、だいぶ使いやすい付箋になっております。それからトゥードゥ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個のトゥードゥが書けるようになっております。もちろんこちらもね、仕様は一緒で、このあたりまで2センチないですね、 1.5 センチぐらいなのかな、のりが。でこちらは青いプレート、オレンジのプレートということで分かれております。でまあ一応ね、今回は刺すものも用意しました。私のダヴィンチのジャストリフィルサイズの手帳ね、これがついてるのがね、このぐらいしかちょっとパッと出てこなかったので、これに刺していきます。名刺サイズね、ここの間こんな感じで挟めますと、ここね、こういう感じ、こういう感じで挟めますというところで、こっちはないのでちょっと入れ替えましょうか。方眼の方もこうですねまんまですけれども、こうやって結構このミニロック、ジャストリフィルサイズのミニロック、まあ小さい手帳なんですけど、名刺サイズなので全然ね問題なくここに導入できるという感じです。ちょっとミニロックサイズのね組み合わせだと、横にするのは特にね、このジャストリフィルサイズリフィルの幅狭いので入れることはできませんけれども、こういった感じかな、こういった感じで貼り付けておけるぐらいのサイズ感になっています。ちょっとこれ面白いんですよね。モフトの時はね、この板がねちょっと厚すぎちゃってパタンって閉まらなかったんですけれども、でもまあ実際それほど厚みがあるわけじゃなくて、あんまり手帳に挟んでも邪魔にならないぐらいの厚さだとは思います。といったところで、一つ目は一緒にのカードポケット付箋、方眼とトゥードゥでした。続いては
メモテリアミニの猫模様チャトラです。カミテリアさんのメモテリアのミニの猫模様のチャトラです。こちらね、この髪がチャトラっぽい色のセレクトになっています。もうね、これあのモフトの時に、まあ、最初使ってね切り取っているので、まあ、使いかけになっておりますが、1枚目縦にねシワが入っている。で2枚目はちょっとねこのシワ見えにくいかもしれないですけど格子状になってます。若干ね格子状で、3枚目は強い縦の模様が入ってますね、ストライプ。それから4枚目、こちらは一応格子状なのかな、わかりますかね、格子状になっていて、4枚目はこれ何ですかね、ちょっとこう雪の感じみたいなね模様になってまして、何枚目だ、5枚目、5色目は横ボーダーっぽいシワが入ってますね。それから6色目、これは格子状なんですけどまたちょっと違うテクスチャーで、7枚目、ちょっとまだら模様みたいな感じで、8枚目、これはわかりますかね、ちょっとザラついてる感があって、これはなんかそのノイズがガウス状に入ってるみたいな感じで、9枚目はこれはあんまり強くないですけど少しこう濃淡があるような感じで終わりですかね。本当に 9?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 数え間違えてるなはい、そういう感じでですね10色それぞれこのデコボコ具合も色味も違うものが用意されております。でね、まあ、ね、猫模様なんですよ。あ、ここにね、ごめんなさい、ここにいろいろ説明が書いてありました。髪の名前がね書いてあります。まあまあまあ、これ読んだから今どうっていう説明は私にはできないんですけど、それぞれね違う髪が使われてますよっていうことで、もちろんこの髪テリアさん、いろいろな髪をねメモにしたりとか、まあまんまね束だったりして販売されてるわけですけど、迷うんですよね毎回。このまあこの猫模様だけにしても何種類かあって、私ね前飼ってた猫が白黒のブチと、あとねミッケじゃないんだけど3色で少しトラが入ったような感じ、結構そのぐちゃって混ざってる感じのだったんですけど、そのぴったりに飲むがなくて、まあ敷いてチャトラかなと思って買ってきたんですけど、他の色も良かったんですよね。でまたその猫模様以外もあるんですよ。それもね、ああちょっとどうしようと思って、ただ結構な厚みあるじゃないですか、たくさん買っちゃうとね消費が追いつかなくなっちゃう、じゃなくても他のメモ帳も買ってるので、今回は一冊で我慢してきたといったところです。途中から商品の説明じゃなくなっちゃってましたけれども、2つ目はメモテリアミニの猫模様チャトラでした。3つ目は強粘着タイプのポストイットです。商品名的にはノート強粘着でいいんですかね、のこの色
寒色系多めのセットをね購入しました。まあこれに関しては特に説明はいらないと思いますのでささっといきますけれども、水色、まあ、紫色でいいのかな、それから緑色、ちょっと浅い色の緑色、そして濃いめのシアンが多めなのかな、そういった4色になってます。でそれぞれ45枚入っております。でまあこれがモフトのね公式の方からこれ入りますよってアナウンスがあったものなので買ってきてはいるんですけれども、私ね普段あんまり付箋を使わないわけですよ。でまあどうしようかなっていうのはあるんですね。もちろんそのメモに使うってまあ当然その使い道があるんですけど、ちょっとねこれはね積極的に手帳に貼っていってみようかなと思って、なんかこう一コーナー区切って貼るみたいなことでね消費していこうかなと思っております。またこれちょっとこの夏にクールな感じでいいじゃないですかね。なのでそんな風に使っていこうかと思っております。まあこれはさらっともうね本当に定番品なので、ポストイットの強粘着タイプ4色セットでした。そして4つ目はちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、レンガの大カットのマスキングテープです。ちょっとこれ伸ばしてみましょう。こんな感じね、こんな感じ。これはミモザダイアリーのピチさんのおすすめのマスキングテープだと思います。同じだったと思うんですけど、レンガの模様のマスキングテープがあるといろいろはかどりますよっていうふうにね教わりまして、もうだいぶ前、半年ぐらい前にね一回教わりまして、で今の今まで発見できずようやく購入いたしました。結構人気なんじゃないですかね。今までねこのシリーズ、あの針葉樹、あの森の横並びのやつとか、あとミモザだったかなそれを購入してきてるんですが、初めてこのレンガに会えまして、もうああそうだおすすめなんだこれと思って買ってきました。でまあまあ、あの伸ばしてねそれはそれでもうお見せして終わりなわけですけれども、パッケージをもうね剥がしてあるということでもう使ってます。一応これ私がこういうふうに使いましたという例を出して、はい、説明に当てたいと思いますけれども、レンガが縦向きの方がいいような感じで、ね、横長に、横長、まあこの向きで言うと縦長に書かれておりまして、それを手帳の上から途中下まで貼ってあります。でシールを1枚組み合わせたんですが、奥側が抜けるシールだったのでちょっとね目立たないなと思って絵を描いて足しております。それからここコーヒーのシール、以前ご紹介しましたコーヒーのシールを看板っぽく貼って、ちょっとねカフェの店先みたいな感じでデコしてみました。映えるかなって思って、いまいちうまくできてはいないんですけど、まあまあまあ結構このボリューム感はすごくね埋まった感じで、でね私ねロルバーンダイアリーの回でも話してるんですけど、こういうシールとねマスキングテープだけじゃなくてね、ちょっとね私の場合何かを手で書いて足した方がね馴染むような気がしてるんですよ。唐突感がないっていうか、その素材貼りましたっていう私のアレンジ能力が低すぎて、ただマスキングテープとシールを貼ったってなっちゃってるのを少しフォローするような形で、これがね私のスタイルって言っちゃっていいのかな若干恥ずかしいですけど、私はこれでいけそうだなって思っておりまして、今後ねこのレンガも活躍してくれるんじゃないかと思っております。というところでレンガの大カットマステでした。
そして今回最後はペンテルのフローチューンです。新しく出たばかりって言っていいですかね、新しく出たばかりの油性ボールペンです、フローチューン。今回は 0.5 ミリを購入しました。こちら、まあ油性ボールペンなんですよ。私今までの動画でも何度も油性ボールペンはインクだまりができて、それがまあ綺麗に見えない、私の汚い字がより読みにくくなるという意味で、もうなるべく油性ボールペンは使いたくないんだよねっていう話を毎回してるんですけれども、なんだかんだ言って増えてきちゃっております。今回もね、どのくらいこの書き心地がいいのかっていうのが知りたくて購入してきました。ちょっと試し書きしてみたいと思います。はい、今回もノートはペルパネップのサラサラです。この、まあ、パイプチップっていうんですかね、高精細のチップって書いてあって、これとクッション成分配合インクで書き心地がいいと、それからノイズレスなデザイン、あ、これね、あのデコボコが少ないシンプルな形状で思考を阻害しないと、ノイズレスデザインって書いてあります、公式さんにね。もう確かにあまりゴテゴテはしてないですよね。じゃあ書いてみましょう。そのね、クッション成分配合っていうのが、いや、もう本当にね、これすっごい滑らかなんですよ。すごい滑らかで、いや、あ、うん、すごい滑らかというか軽いですね。タッチ軽く、ほとんど力いらない。で、まあここね、ちょっとアップでいくと、やっぱりこの辺、この辺でインクだまりね、私のあんまり好きじゃないインクだまりは出るんですけど、インクだまりが若干少ないですかね、少ない、インクだまりが若干少ないかな。だから紙にインクが乗りやすい分、それほどたまらない気がしてます。前回ぬって言ってねを書いてたので、ぬを書きましたけどぬとね、ねって書いて、あとめとかで、あんまり気にならないかな。まあ、うん、出るは出るんですよ、この辺ね、出るは出るんだけど、あんまり気にならないかな。最近ちょっとペン縦気味に書いてるので、よりわからないかもしれませんが、インクだまりが少ない感はありますね。で、かなり滑らか、あ、ちょっと力抜きすぎちゃってインクが乗らなかったですけど、それほど力も必要とせず、結構発色もなんかゲルボールペンに近いインクの乗りをしますね。なんとなく色味がゲルっぽい感じです。もちろんこれは油性ボールペンということでね、販売されてますし、私も分かっておりますが、なんかとても色味がゲルボールペンっぽい感じがします。で、その油性ボールペンの 0.5 って細い、そのゲルボールペンより細い感があるんですけど、これなんか本当にそのインクがドバドバ出てるのか、ゲルボールペンと同じぐらいの太さに見えますね、 0.5 はね。何と比べましょうか、カルムと比べましょうか。カルムの 0.5、 これ 0.5、 0.5 です。カルムの 0.5 と比べてこんな感じですね、だいぶ太いです。これあくまでボールの大きさ、ボール径が 0.5 なので、インクがね、その後ドバッと出て広がってこれだけの差が出るわけですけど、他の油性ボールペン、滑らか系のね、ボールペンと比べても太いかな。とね、同じ太さじゃないのでなかなか難しいんですけど、今ここにジェットストリーム 0.7 を持ってきてます。
ジェットストリームの 0.7 はこんな感じ、このぐらいです。かなりゲルボールペンに近いような感覚で太さは選んだ方がいいですね。太さは 0.3、0.4、0.5 の3種類。インクは黒、赤、青の3種類。なので多分今までの油性ボールペンの感覚で太さを選ぶとしたら、1つ下 0.5 の人 0.4 を選んだ方がいいし、 0.4 とか 0.38 を使ってた人は 0.3 を選ぶと今までの感覚ぐらいなのかな。私はゲルボールペンで 0.5 を使ってることが多いので、これ全然違和感なくこの太さが 0.5 だって認識できるんですけど、今までの油性ボールペンを使っているんであれば、一つ下の一つ細いボールペンを選んだ方がいいかもしれません。お、面白いなこれ。そういう意味では私の理想はあと一歩なんですよ。この油性ボールペン使いたいなっていうのが、ここがね、あとちょっとだけインクがたまらないと最高なんだけど、これはね、でもだいぶ普段使いしていいなって思えるボールペンです。いや、今までのボールペンも使ってますよ、油性ボールペンね。少なくともパッと出てくるところにはあって、ジェットストリームのこの3色はよく使ってます。って何回も思いながらでも使ってますんで、そのストレスが、私がね思うストレスがだいぶ少ないのがこのフローチューンかなと思ってます。本当に掛け心地も軽いです。というところで最後はペンテルのフローチューンでした。ピョコといったところで、6月中に購入して細かい説明をしていなかった文房具 1,2,3,4,5,6 点ご紹介しました。まあ、ここね、同じものなので5種類かな、ご紹介いたしました。この他にロルバーンのスパークルの星空とか購入していたりとかはしておりますが、もうそれはね動画の方で出しておりまして、今回はこういった、若干細かめのものばかりとなりました。最近ですね、いかに使おうかっていうのに結構注力しておりまして、やっぱりたくさん文房具を持っていて、じゅんぐりじゅんぐりにね使っていきたいというのが非常に大きくて、もちろん新しい、例えばこのフローチューンとか新しい機能っていうか新しいインクデザインなんかあるとやっぱり試したくて購入するわけですけれども、なんかむやみやたらにノートを買ったりとかはしなくなってきましたね。以前はねちょっと勢いよく買ってた時期もあったんですけど、最近ちょっと落ち着いてきて、まあシステム手帳なんかを導入した影響もあると思うんですよね。その購入したものの使い方がまあたくさんある、使い方がたくさんある、でそれをどうやって使いこなしていくかみたいなところに結構気持ちがいっていて、新製品、まあもちろんチェックはしておりますけども、それよりもっていう感じになってる今日この頃です。今回はここまでにしたいと思います。このチャンネルではこういった購入品紹介、文房具レビュー、それから私の手帳のお話をしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてサブチャンネルとサードチャンネルをやっております。サブチャンネルでは文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話、文房具がある生活のお話、それからトラベラーズノートのお話をしております。サードチャンネルでは手帳を持って散歩に出かける、旅行に出かけるといったテーマでお話をしております。サブチャンネルもサードチャンネルもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムもやっております。ハッシュタグしょぼーず、ひらがなでしょぼーずで視聴者の皆さんが交流されています。概要欄にサブチャンネル、サードチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼーでした。ではまた。